今回皆様にご報告しなければならないことがあります。私は2014年の6月28日この YouTube チャンネルを開設いたしました。そしてクラッシュオブクランのゲームの実況を開始いたしました。そこから1年半、たくさんの動画、そして東京ゲームショー、生放送、さまざまなイベントで皆様と関わることができて本当に楽しかったです。私が YouTube を始めたのは、私にとって大きな、それは大きな決断でした。ここでまた一つ大きな決断をさせてください。私 YouTuber キョキョは YouTube を引退しません。どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。はい、ですね、皆様に報告することがあります。私ですね、Twitter とかでもぐちぐち言ってたんですけども、火木土日更新だったんですよ。それをですね、一新いたしまして、キヨキヨ YouTube チャンネル毎日更新ということで、よろしくお願いいたします。皆様ありがとうございます。ですね、毎日更新ということで週7回、7回以上ですね、詳しくは、動画をですね出させていただきます。そしてですね、私の中で掟がありましてですね、火木土日は必ずグラクラの動画を出そうということをですね決意しております。そしてじゃあ残りのね、月曜日、水曜日、金曜日は何出すの、キヨキヨかと言った時に、他のゲームもそうしかり、あとはですね、クラクラのもう自己満足動画、とかを出していきたいかなと思います。もちろんですね、他のゲーム、もちろんね、例えば、ソニーのプレイステーション4とかね、Wii U もそうなんですけれども、そこから、そういうハイレベルなね、ハイクオリティなゲームから、もうバカゲーと呼ばれるね、なんだこのゲームはと、何が楽しいんだと言われるようなね、ゲームまで、たくさん幅広く楽しんでいこうかなと思います。ということでですね、今回はですね、ご報告ということで、私が YouTube やめるわけないでしょ。これからも楽しんでいきたいと思います。ということで、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。たくさんの動画でお会いできることがですね、楽しみにしております。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。